中川翔子です。今日はワクワクしています。ワクワクしているとここで待ち合わせがち。今日は大好きなあの方とドライブしたいと思います。その方とはこちら、トゥットルー。あー、トゥットルーの指が違います。中川さん、ありがとうございます。これハワイです。ありがとうございます。優しい。7部ぐらいできちゃうんですよ。7部ぐらいできちゃう癖があるんですよ。いえ、どうも中山です。よろしくお願いします。大先輩の中山秀樹さんです。すごい。いや、嬉しいね。ショコタ大好きな中山さん乗せたかったんです、車に。もう2回目です、あれね、この番組に呼んでもらうのは、はい、番組嬉しい。番組と主任ショコタンチャンネルにね、呼んでもらうのは、はい、中山さん優しい。そう、 YouTube 出てくださいます、はい、今日も嬉しい。今日は中山さんと外で待ち合わせるって、うん、あれみたいですね。一応やっておきますか。いいですか。うち来る。行く行く。やっちゃったな。エモいよ。やっちゃった。エモいよ。久しぶりだな、ショコタン。もう5年ぶりぐらいなのかね。そうなりますね。なんだかんだでね。ショコタン今何歳？レベルで言うと。レベル37です。なかなかだね、ショコタン。なかなか来ました。え、俺だ最初会ったってショコタン10代だよ。一番最初は。18歳ぐらい。まだ事務所首候補になってる頃。もうそういう若い人たちはもう、全員ちょっとお辞めにいただいてっていう。っていうタイミングで。ご挨拶に行かせていただいて、そんな私にも優しく接してくださって。いやいや、もうその時からもう違いましたか、翔太は。数あるいろんな方たちいましたけど。こんな風に優しいので、全部人生相談してるので、中山さんは私の全部知ってます。知らないの内臓ぐらいです。親目線に近い中山さん、はい、あの実は最近、中川さんこんなものを出しまして。中川さんから。それ多いんですけど、これですね。はい。バカ者。お父さん。お父さんはね、目のやり場に困ってるんだよ。これが商談話題の、でも綺麗な表紙ですね、これね。中山さんに表紙候補選んでもらったんですよね。そう、ショコタンが実はこの表紙を2枚送ってくれたんですよ。これともう一つ、水着 の、 水面に浮かんでいるやつと2つ最後の候補、どっちがいいと思いますか。 LINE できたんです、夜中に LINE で2枚写真が、水着の写真が2つのうちどっちが、表紙がいいですかね。もうすぐ回答しましたよね。ちなみに中山さんはどちらですか。こっちじゃない方です。そうなんですよ。男子目線と客観目線両方答えてくださって。そう、ただ男子目線ならこっちがいいんじゃないか。ただ、ショコタンのファンの人たちは女性も多いから、女の子も多いからっていうことで言うとこっちかなって言ったんですよ。全体的に言うと、次はもう一個の方は中山さんを選んだ。だけど中川翔子はそれを無視してこっち、こっちは選んだ。無視してじゃない。言い方、言い方だからね、簡単に言うと聞くんじゃねえよって。そういうんじゃない。好みってね、それぞれあるから、その今僕はちょっと男目線が強すぎたなっていう。だからそうさせる写真だったんですよ。優しい。これちょっとまだ中は見てないんですよ。ぜひ助手席で。ちょ、横手ですか。これでこういう照らし合わせですか。照らし合わせていいですか。照らし合わせる。でもうち来るのロケバス気分ですね。ずっとこうやって、そうだ、ね、あの毎週ね、おしゃべりをさせていただいてて。そうそう、これはでもショコタンな、逆にあのいい迷惑だったと思うんだよ。いやいやいや、まあ、普通はロケバスっていうのはみんなこう移動中だから寝るんですよ。ただ、ね、僕は寝ないんですよ。そう、寝ない男。寝ないんですね。だからそれずっとショコタン喋りかけるから、多分ショコタンもそれに付き合ってた最初はね。めんどくせえなと思って。元気だなと思ってました。でも、うん、それが語彙力を浴びる栄養になって、いろんな場所で言葉を使うときに出てくるのは、うん、中山さんのあれを浴びてたからだって。いやいや、本当に感謝してるんですよ。ただショコタンはすごい、それでもやっぱこうついてくるでしょ。それに、ね、付き合ってくれるじゃないですか。あのお二人ここで3時間ぐらい喋るんですよ。一生終わんないんですよ。そうかそうか、有限定でいつもねこの話を。まず今日ですね、中川さん目的地はどうしようかな。あ、今日はですね、後ろの席に中川さんのマネージャーの橋向かい、あら、そして中山さんのマネージャーの大川内さん、乗っていただきますが、大川内さんから実はですね、日頃から悩み相談が来ておりまして、ほう、あの今まで何回もショコタン会ってるのに、毎回ショコタン始めますみたいな挨拶するんだよね。俺のことちゃんと覚えてくれてんのかなっていう相談が来ております。大川内さんだなっていうのは思うんですけど、特におはようございます以外何も喋ったことないって。あ、それはね、翔太、あの、まあ、こう言ったらですけど、大川内とはもう3回ご飯食べてますからね。ご飯も行ってます。ご飯も行ってますよ。ほら、やっぱ記憶が全部消えてんですよね。まあちょっと、まあ、大川内もまあ積もる話もありますけども、俺も言ったことあるんですよ。本当ですか。翔太には今日は言わせてもらう。必須だから、実は今までは言わなかったけど、俺も言わせてもらおうか。どうしよう。今日はありますよ。帰りたい。大川内さんは中山さんご担当なさって何すごい。過去最長です。僕のマネージャーで一番長いのは大川内ですから、もう新入社員の時からですから、もう18年。じゃあもう全部見てるんですね。はい、40年ですよ、初めてこの世界に入ってから。生き残る秘訣も聞きたいので、ちょっと。いやいや、そんなのもう俺が聞きたいぐらいですよ、ショコタン。
謙虚。いや、本当ですよ。お二人、このままだと多分ここで5時間ぐらい過ぎてしまう。そうなんですよ。一生懸命の方に。大好き。はい、行きましょう。じゃあ行きましょう。行きましょう。安全に送り届けます。大丈夫かな、しょこたん。よし。では、はいはい。行きますね。しょこたんよく見てね。右見て、左見てね。緊張する。うわ、スタート。大丈夫スタート。イエーイ。夢じゃない。いやいや、しょこたん。すごいすごいすごい。ついこの間までペーパーすぎて何も分かんなかったんですよ。うん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 。大丈夫。最近やっと一人でちょっと乗るようになりました。お、道は分かるんでしょ。これ道はナビが3つこうこうこうって決めた。すげえな、このナビでかっ。そこにもナビあるの。あ、これとあとここと全部見てます。あ、見えてんだ、このガラスにも出てんの、はい、どこ見ても地図じゃん。どこ見ても地図です。これ迷いようないね。まあね、ちょっと安全運転でいきましょう。はい。で、ところでしょうか、これどこ向かってんの。これはですね、うん、お台場フジテレビです。 CX。 そうです。行きます。 CX。 CX 行きましょう。あ、でも普段現場行くときは、現場行くときはラジオのときは一人で行きました。はい。じゃあ結構行ってんだね。いや、ちょっとまだ高速っていうのがそんなにさほど乗ったことないですね、うん、高速にさほど乗ったことがない。どれが高速ということなのかよく分かってないですね。まあでもこっからだったらお台場は30分。30分、ちょっとね、俺もなんかこうなんか安心感がまだないのかしら。なんだろう、ちょっとあのみんなで会話をしたいんだけど、なんかできない何かは。中山さん、ほら、中野サンプラザですよ。あ、サンプラザね。中野の誇るランドマーク。毎年ね、ここお世話になってます、僕あのね。あ、年忘れ日本の歌で。ですよね、そう、ここ来てんですよ。今日はもうみんな乗ってるけど、しょこたん。そうだ。ね、しょこたんのマネージャーは何年目？いいんだ。そう、今、プッて言われちゃって。ちょっと話してるとね。話しかけるから。話しかけるから。これ話しかけるとさ、前に進まなくなるでしょ。しょこたんのマネージャーは、入社3年目です。3年目。はい、何君ですか？橋向井です。橋向井君。はい。よろしくお願いします。すごいね、しょこたんの現場マネージャー。いろんなマネージャーさんね。しょこたん立ち上がりがちょっとね、荒っぽいな。立ち上がりが。そんなに踏まなくてない。あの、ベンツいいから、あの、そんな踏まなくても、アクセル離せばスッとまず出るんで、それに、こう、なんですか、ノリとしてこう合わせてて。私まだ世の中の全てを信用してないけど、ベンツは信用していいですか。ベンツは信用していいです。アクセル離したらスッと出ますから。バーンってこう、なんていうのかな、切り替えが早いでしょ。こうなっちゃうから、全員。話がね、全部止まっちゃうんですよ、そこで。世の中を信用してないけど、じゃあ、もう、めいちゃん、めいちゃんって名前つけたんですけど、めいちゃんを信用しようかな。めいちゃんって言うの？めいちゃんって言うんですか。あ、そうですか。車に名前つけてやるやつ。いますよね。ベンツだよ、うん、あ、ベンツは仲間なんだ。大川内はさっきの問題ですよ。大川内問題ね、しょこたん。だって大川内何回も飲み行ってるよね、しょこたんの3人で。はい。よく終わりとかね。そう、あと、で、いろんな話して、じゃあ頑張りましょうねって言って、はい、来翌週、うち来るで会うと、始めましてみたいな感じになる。翌週ってことだよ。翌週だよな。本当そうだから、あの、絶対、中川さんは俺のこと覚えてないですって。そんなことない。あの、大川内さんが、昔と前髪を変えたの知ってます。あの、立ち上げ出しましたよ、ちょうどね、そういう意味で言うと、はい、俺もそう思う時がある。中山さんは大丈夫です。いや、右の車線に行きたい。行きたいね、ちょっとじゃあ見て、はい、移動させてくれる、うん、あ、優しい優しい、ありがとうありがとう。ハザード押してもらっていいですか。これ持ってるとできない。ハザードどこにあるの。これそこの何をして、あ、これか、はい、あ、ありがとう、行っちゃったよ、行っちゃった、ありがとう、ありがとう、ちょこたん、ちょこたん、ありがとう言う相手がいなくなったんだ。いなくなった場合、ちょこたん、ここで、急に止まるやつがいるんだっちゃうから。YouTube 見てね。え、YouTube 見てねえじゃない。言っちゃってありがとうが。で、まあ話戻るけど、ちょこたんね。はい、バスで、いつも、まあ俺が一番、あ、席は決まってんだよね、ロケバスのね。そう、僕が一番後ろで、須藤ちゃんが横に、右にいて、で、斜め左がしょこたん。はい、2席を1つ使って、はい、その横がゲストっていう、はい、この構図なんだよね、はい、本番の、まあ、リサーチじゃないけどな、そこで話しながらね、いい話が出たり探るっていうね、はい、このやり方というかね、最近どうとか、そうそう、言えない話をそこで聞くというロケ場所で、中山さんがね、心を解きほぐすのがすごい上手なので、バリア張ってる感じの人もほぐしちゃうんですよ、すぐ。まあ、いつもあのね、せんべいを持ってせんべい食べながら、味のこだわりを食べながらね、食べますかって、そう、食べますな、いらないなんて言われてね。某女優さんに、あ、大丈夫ですって3回ぐらい断られても、またくじけるこれだ、口に突っ込んでやろう。本当にいらなかったの。本当に今
頭いいってことですよね。硬いからね。今は本当に大丈夫みたいですけど。いや本当にそんなのがあって、でもそんなしょこたんが、俺がいつも一番後ろに座っていて、あ、しょこたん入ってきた時って言った時は、はい、しょこたんはスーッと座ろうとするんですよいつも。俺いるけどっていうのがあるんだけど、しょこたんって言って、しょこたん揺らしたことある。しょこたんっつって。嘘だ。あるよ。だちスッて座って、しょこたんって揺らしたことあるもん。朝が眠いんですよ本当に。だからしょこたんちょっとあれですよね。スイッチオンオフですよね。恋人も毎回始めましたみたいな多分。これ気をつけてください。だからしょこたん悪気はないんだよね。悪気ないです。俺が存在した時なんか多分須藤さんもまあ俺らもそんなもんだよみたいな最初の一人で。そんなことないそんなことあるか。多分これ業界の人たちみんな見ててしょこたんあみんなにそうなんだ自分だけそのなのかって思ってるんですよみんな。だからみんな俺もそうだから安心してしょこたんは初めましてなの。初めましてですね。初めましてですじゃないよ。でもすごくてなんか誰かがおっしゃってたんですけど、うん、ロケ場所で寝るやつは出世しないって誰かがおっしゃってて、うん、じゃ本当にそうだなって、うん、中山さん絶対寝ないんですよ。そんな中山さんが年に3年に1回ぐらい、寝る時あるよね。しょこたんごめんねちょっと寝るねっていう時があって、寝るねっていう時があって1回だけ寝た時があってそれをレアだと思って写真撮ったの。そしたら七毛色のヒデちゃんって言ってバズっちゃってなんか数年に1回その写真がバズるんですよ。しょこたんあれは世間に出したらダメなやつだから俺のあの土毛色のやつは土毛色あれはもう斜めになってて、ちょっと死を感じた瞬間だからあれはもう土偶みたいな人もねこれダメこんなロケバスで、ね、タレントにいるこれなんですけどねこれ口が一番ダメなんでしょうしょうがこれ一応これは確認してもらったこれしょうが撮った瞬間にこれダメだなと思うんだけど面白いなと思って面白いんだけどしょうが固まってるのも土だよ土系色じゃない土逆にどうやるんですかこの色撮ろうと思っても撮れないんですよこれ。これ中山さんだって元気だからいつもこれ出ないですねこれが出ないですねこの味が、はい、あ来たよ高速来たよ来たこれ大事なとこ大事なとこどれこれだあれかこれだ紫色だ紫色行こう右行こう多分これだ。これだ。で ETC 専用。専用。うん、ETC 入ってるよね。キチマウキチマウ。入ってますね。キチマウキチマウ。ETC だよ。あ、合流よく見てね。怖い。よく見てよ合流。怖い。うん、大丈夫。今。左。今。シャー。シャー。これアトラクションこれ。これ大ミッションです。今もう高速なんですね。高速でちょっと写真集もそろそろ見ないといけない。もうさ話がさどっか途中で全部終わってるよねこれ。この写真集はしょこたん、はい、ここまで攻め込んだのは初でしょ。初ですね。そうでしょ。初めてです。ちょっと俺まだ見てないです中は。いやーついに中山さんに俺の気持ちになっちゃう。俺だって嬉しいという気持ちと、はい、どうなってるんだろうっていうのと中山さんのデビューの年に生まれてますからね私。そうなんだよね。娘が俺はいないから、だから娘だと思って興味いるね。ちょっとじゃあ開けていいじゃん。ありがとうございます。高速道路の写真集を開けるとどんだけ我慢できねえんだ。どんだけ我慢できねえんだ。いいこれ。私、はい、目に明太子ついてることをなんて言うと思う。業界用語で。わかる。業界用語で。業界用語わかる。最近で。そう目に明太子の業界用語ある。なんですか。英明に対面語。目はね、逆にすると英明になるから名絵だから、そう知らなかった。覚えてて、元祖ですね。よく出てくるから、これよく出てくるから。目に明太子つく人ないの。だいたい目に明太子ついてる人いないよね。写真集はちょっと今ビニールを抜いてしまったんで、はい、お願いします。ジャッジお願いします。ジャッジをね、お父さんの辛口ジャッジで。分かった。早速来るでしょ。あれカード付き温けられる。明るくなるよ。明るくなる。暗いね。写真集見るには暗すぎる。あ、ハガキがついてた。ハッシーさ、現場に来てすぐこの撮影だったからさ、困ったよね。びっくりしました、ね。そうかも。いきなり現場に入ってしょこたんの、はい、で写真集はどういう感想だったのさ。いきなりこのしょこたんの写真集撮影っていうのは。いきなりだから沖縄みんな。これ中山さん、これ左？これね、左で。左って書いてある。左で。本当？うん。まっすぐで横浜行っちゃった。危ない。うん。そうそう。ナビ入ってるよね。入ってるけど。うん、あの3個入ってるけど一応心配だから3個入っててそれを信じなかったらもう何を信じて最後俺に聞くっていう。中山さんが一番信用できる。いや俺も方向音痴だから。でももう結構近づいてるよ。でもおお
もうお台場祖母だよ。あすごい、まだ生きてる。またトンネル入っちゃいましたね。またトンネル全然見ないから全然見ないんだもん。見たいんだけどさ、それどこじゃないんだよ俺も。ほらまた黄色い照明になっちゃった。黄色い照明になっちゃった。いや、いい祖母だ。まず半身の半身の食材、半身魚みたいな、半身の食材が来たよ。見えてます、うん、見えてる。この照明すごいね。チカ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 ですよ、うん、もうちょっと出てますよね。もうちょっと出るから、もうちょっとし、あとね。でもその現場初でこの写真集だったでしょ、マネージャーは。まあ現場入って3ヶ月ぐらいで、うん、写真集行くってなって。お尻丸の人がすごい、びっくりした。びっくりしましたね。そりゃそうだね。普通現場って意外とどうなのかな。まあ女のマネージャーとか職場、これまで多かったのか。ここで会ってるの。そうだね、臨機応変。こっちじゃなくていいもんね。ここ、ここ、あ、もうついちゃいますね。もうお台場だね。今お台場、今お台場あったこれね。写真集まだ見てないけど、あんまり見ない、まだ見てないけど。ちょっとちょっと、あれこれお台場、さっきここ通り、あ、次通りよ、だからね。ここまで本当はさっきのとこだったね。本当はさっきの合流って書いてある、合流って書いてある。うんうん、これまっすぐで、まっすぐです。ちょっと待って、ちょっと待って、ナビが。ショットはまっすぐです。まっすぐです、まっすぐです、まっすぐです。本当は降りなきゃいけなかったんで、まあそこで降りればいいね。そこってどこ。そこって、そこです。次左行こうか。左、うん、ナビは右に行こうとします。あ、本当？なにこれ、本当行きたかったのはここだったんだよね。そぎていく、もう来てみたんだって。すぎちゃう。まあでも次で降りてぐるっと戻ってくればいいから。本当でぐるっとなってる、うん、え、ナビ3つ見てんのになんで間違えたの。だから豊洲で降りようと思ったよね。今、そう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 、はあ、うん、大丈夫、これ左に一回すぐ煽るから。ジョーダン、俺ね、やっぱり写真集無理かな、見る。見て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 、これ左ね、これ左、これ左、これ左。豊洲ね、豊洲。豊洲行っちゃっていいですか。いいよ、豊洲行っちゃっていい。戻ればいいから。しゃ。豊洲の隣がお台場だから。あ、そうなんですね。うん、あ、そう、ショコさんってやっぱりあれなんだね。こう言ったらあれだけど、結構ボリュームがありますね。ボリュームが、完熟メロンですか。いつからこんなボリューム出てきたの。ありますよ、ありますよ、ちゃんと。前からないですよ、ミスマガジン出身ですから、ね。なるほど。あんまりこれ。ない感じなんですよ、雰囲気。イメージがね、これ左。左。うん。もう降りちゃっていいですね。じゃあちょっとね、なかなか写真集が進まないんだけど、これどこ、これビーチは。あ、沖縄です、沖縄。沖縄か、はい。初日だけ晴れて。いいね、ショコタン。でも YouTube の水着動画がバズったおかげで、この話が来て、本当に奇跡ですね。あの YouTube の水着もすごいね。あと、高木がお前、いや、そうなんですよ。相当攻めるだろう。本当に孔明張りの軍師でしたね。だろ、高木がマネージャーでタレントにあそこまで攻めるってなかなかの逸材だよ。あれなんだろうな、あの感じすごいな。そうなんですよ。ハッシーはもともと大学時代は何かやってたの、スポーツとかは。スポーツとか特にやってなかったです。もうバイトちゃんとかいました。え、どんなバイトやってたの。居酒屋のキッチンです。ああそうなんだ。ぽいメニュー間違いなさそう。え、なんで芸能界とかマネージャーになろうと思ったの。紅白見てて、うん、うわすごい世界だなと思って、うん、自分がプロデュースするってなったらどんな気持ちかなって思って入り込んで、それまではあんまり考えてなかった。そんなことは考えてなかったです。普通に銀行で働こうかなとかって思ってました。硬かったんだ。あ、でも似合うな、銀行。そう、うん、数字とか扱うの、ね、どちらか向いてるよね、そっちにね。あ、じゃあ普通だったら銀行に行こうかと思ってたのに、その紅白を見てあのスターを作ってみたいと。高速出たの。ああ、これ出たもん。出た。高速はしょうがないね。高速信号ねえからさ。どれが高速か分かんないってなっちゃうってことだ。そっか、でも時代が大変こう変わってきたっていうかね。いろんな人たちがこう、うちの会社もいるね、今ね。いいっすね。あ、車線まっすぐであるんですよ。車線右、いや、これ右だったの。これ右だから。あ、2つも車線を変わった。そうそうそう、1個1個変えて、1個1個変えて。ちょっと話に集中すると車線が、車線問題出るね。車線が危ないんですよ、一番。全然早めにね、ちょうど今左行きたいのに後ろのあいつがいるから。早く行ってくれ。後ろのあいつゆっくり走ってますよ。あ、早く行ってくれ、うん、君が行ったら行くんだから。車が、今どっちかって言ったら、さっきのあのタクシーの方は譲ってくれてましたね、ちょっと。無理無理無理、ちょっとギリギリで譲られる。写真集全然進まないです。あ、そうだ、まだ1ページしか見てない。でもやっぱり車で写真集って見るもんじゃないのかもしれないね。そうですよね、うん。あ、もうこれはお台場よ。お台場、すごい。すごいすごい、着いた。ちょっと遠回りしたけど。遠回り、だいぶ遠回りする。あ、しょこたん、これ寄りがすごいね。これ見て、こうやって見るじゃない。はい、ちょっと生を見ながら、横にこんな贅沢な話はすごいですね。飛び出した絵本みたいな。マグロ見ながらお刺身食べるみたいになってますよ。そういうことだよね。こうなってますね。こうなってんのがショコタンなんつって。それも恥ずかしいですね。いや、ショコタン、これは
ちょっと待って。グイグイ。どこで止まるんだ。まだ行っちゃっていいの。ただ、翔さん、これ俺、写真集5枚ぐらいしかまだ見てないけど、これでも言葉にならない写真集だね、これ。言葉にない。言葉にしてもらって。言葉にならない。ね、横に本人がいて、こうやってこう、ね、こうやって見るっていう機会ってない。こうなってる、こうなってるんですね、みたいな。この水着もね、車も赤で、写真、このね、水着も赤。翔太、赤が好きなんだね。最近赤好きですね。あ、翔太、これ、はい、水着の紐の下の、を外そうとしてますよ、翔太。外そうとしてますか、ええ、それは。なんてことだ、翔太。ちょっと今慌ててみる。うわ、翔太、これプールですね、これは。プールですね。翔太のさ、もう話も6分ぐらいで終わるし、最初に。もうオチまで行ってないもん、話が全部。お台場だ、私も分かる、お台場だ。そうそう、あ、今、やっと分かった？やっと分かりました。右フジテレビだよ。すごい。うん。左です。あ、左か。何年芸能界に。さっき湾岸が多いんだよ、湾岸が多いからさ。うわー、着いた。ハザード、はい、パーキングしかさ、ピー、よっしゃー、着いた。翔太、全然写真集が進まなかった。全然、もう5ミリぐらいしか見てない。写真集が進まなかった。全然見てない。これまだ10ページぐらいしか言ってない。これ全然見てない。翔太、これスタイルいいね、これね、黒いやつ、これ。これ崖の上でね、寒かった、潮が満ちてきてる。ね、翔太、ちょっと待って、これなっちゃう。どうぞ、俺、じゃあこれ買うっていうか、あの、あ、もう持って帰ってください。本当はこれいいの、これ翔太。これ慌てて見るもんじゃないよね。慌ててみて。先がずっと見て、見学感もありますね。本当にずっと言ってたら、手ぶらまで行かなかったですね。手ぶらまで行ってないです。どこまで。ランジェリーですか。ランジェリー、ショコタン。下着で、なんてことするんですか。怒られた。お父さんに怒られた。いや、ちょっとこれ落ち着いて、翔太、俺、はい、ゆっくり見させてもらうわ。ありがとうございます。これ一人でやっぱり見るもんだね。ショコタンを横にこんな贅沢なことしちゃいけない。この飛び出す絵本じゃないんだからさ。見たとこまで挟んだ写真を。ここまでね。ここまで。今日はここまで。今日はここまで。今日はランジェリーまで。ということで、ショコタンのね、久々の写真集大ヒット、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。10番出展しました。もっと伸びるように頑張りますので、うん、小山さんもぜひ、はい、なんか芸能界の偉い人に。あ、わかりました。じゃあ、いろんなところにキャンペーンしておきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。また呼んでください。じゃあ、あの、今後ともおチャンネルと仲良くしてくださいね。あ、よろしくお願いします。またぜひ呼んでくださいね。大先輩に愛されるおチャンネル、ね、100万人目指しているので。 OK、 はい、ありがとうございます、ね、今度またぜひ内国復活しましょう。あ、ね、もう公言しました、うん、CX の前で公言した。そうですよ、フジテレビさん、よろしくお願いします。間違えてください。ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またね、バイバイ。攻めてます。パイオツだけってどういうこと。写真集だからしょうがないんですよ。しょうがない。パイオツだけの寄りっていうのはさ、いいね。次俺ショコタン撮るよ。なんでなんでなんで。ショコタン。それはなんでですか。いや、俺ね、撮りたい。撮る。俺ね、あのね、写せっていう番組フジテレビでやってたの。写真集の。そういうのやってたんで、俺も心得はあるんだよね、写真。この写真集に関して。ちょうどこれまっすぐでいいですね。高速で乗って帰った方がいいから。中山さんとナビどっちを信用するか。あ、どっちも同じ。大川内さんどっちが良かったですか。どっちも大丈夫です。その多数決、多数決で曲がる曲がらない。これ左だね。これ左。うん。そっとも高速乗れるんで。これ高速なのかも。うん。じゃあタレントさんに運転してもらってるけど、いい時代だよ。いい時代だね。僕だってずっと中身の地図ずっと見てたから。これゴリスミです。やだもう。いや、やだ、やだもしょうがないよ。なんとなくこの車線って急に入んないよ。急に入んないでしょ。結構余裕があるから急に入んないっていうの。早く入っちゃいたかった。そうそう、この流れでヒューって入れるから。あ、今こそ、うん、今こそリンボーブリッジだ。リンボーブリッジ。よっしゃー。通る予定だったの。違う方向にいたらね。見えなかった。うん、橋取っといて、レインボーブリッジを。はい。かっこいい。ね。まっすぐ、まっすぐ。まっすぐ、まっすぐ。あ、トイレ寄っちゃうから、ここに。左行くと。しましまのやつの表紙が、俺はおすすめだったんだよね。これだよ、これ。そう。だから、間違いなさもあったと思う。昭和の人みんなこれが好きだよね。なぜか。ね。みんなこれだったよね。そう。大人はこれなんだよ。大人は。え、ここで合ってる？合ってますよ。うん。通形が出てます。通形が、足勉強になるでしょ。通形、お尻のこと通形。通形が、通形、老夫にな、は風呂に鼻。通形だし丸、楽しい、これ通形だし丸。老夫なは、なは老夫、どっちでもいいわ。横田、はい、ビーチクにナーハー。ビーチク出してない。ビーチクにナーハーが。
ちくいなーで攻め込んでますよ、ショコタン。すごい攻め倒しましたね。いやーすごいね、やっぱショコタン。ゆっくり見ないと見応えがあるね。いつもトンネルだから見れないから。そうそうそう、暗くなっちゃうんだよね。いつもトンネルだ。やっと落ち着きたね、帰りに。本当ですか。帰りに落ち着きた。シティハンターの通りです。シティハンター通り。だからそう、ショコタンまだやってないことがいっぱいあるってことだね。あります、ね、ほぼやってないことだらけなんで、中山さんと YouTube でゴルフやりたいです。あ、やろうよ。やりたい。あ、次じゃあゴルフやろう。あ、いいですね。俺ね、今年ゴルフハマってんの。じゃあ私も中山さんにもらった開けてないゴルフクラブを持ってくるんで。あれ、何年前でしたっけ。あれ、皆さん10年前もう片落ち、片落ち。あれ、まだ開けてないですか。あれ新品です。皆さん、あれ、打ち込むの初期の頃じゃないですか、あれ。2年目ぐらいの。皆さん、開けてください。あれ、まだ、まんまですか。まんまです。開けてないですか。チャンスがなくて、車もなかったから。あ、じゃあそれ開ける企画やろうよ。やりたいです、やりたいです。な、倉庫に行きますよ。うん。それ開ける企画やろう。行きたいですよ、ね。次。で、私が運転して、お連れしますよ、ゴルフ場まで。いや、次は俺でいいんじゃない。なんで、なんで、今日の。次俺の、じゃあ俺のオープンカーで行く、アメ車の。ご機嫌ですね。うん、俺のアメ車のオープンカーで。中山さん、真冬にファーのコートをなびかせながら、オープンカーで来たんですよ。真冬に寒い、凍え死んだから。寒いって言うんですよ。なんで開けたんですか。なんで開けたんですか。すごい。ちょっとゴルフじゃあ、え、ゴルフ行きたい。あれ使ってないの、まあ、全然一回も開けてないです。一回も開けてないの。え、あるの、まだ。でもあれはあります、あります。まあ片打ちゴルフやろうじゃん。片打ちゴルフ。片打ちゴルフちょっとショコタンそれやろうよ。片打ちゴルフ行きたい、ね、温泉もついてたりする。あ、最高ですね。そうそう、ひとっ風呂浴びて混浴で、そう、ローフでも入って、ローフローフで一つ、ローフで一つ、道国ナハーで続け出しますね。それは逮捕されるやつ。そうだよ。やろうやろう、ゴルフ。お願いします。ね、次はじゃあゴルフだね。やったー。うん。やろう、ショコタン。え、やります。もう片落ちゴルフやろう、片落ちゴルフ。片落ちゴルフ。地デジになる前ぐらいのやつ。そうだよ。あれ、まだアナログじゃない、あれ。アナログスティック。うん。それで練習までして、アナログスティック。じゃあ開けるとこからさ、はい、で打ちっぱなしまずやっといて、じゃあちょっと軽く。わかりました。うん、で打ちっぱなしで練習してから行かないと、ね、当たるようになってから。そうだね、つまんないからね、そうしないと。お互い右折ってのも怖いんだね。お互い右折は間違わないから大丈夫。何もかみたいな。右折左折のはほらね、左折優先だからね。左折優先、うん、やったやった。帰った帰った帰った。ハザード係、ハザード係終了です。到着、到着、中野に帰ってきました。寒いね、めっちゃ。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。